にちは、ゆりです。こんにちは。この度、はい、2021年、はい、ごめんなさい、2022年、はい、2月、はい、イメチェンしました。やっとだ。やっと、はい、本当にあの今までずっとこうサラサラヘアでやってたじゃない。そうですね。とうとうクルクルの時代がやってきましたよ。これからあの全てのアーシャ全部取り直します。はい。で、あのすげえ今こういう紫のさ、うん、セーター着てこうやってやってんじゃん。そうだね。あれじゃなくて、うん、これでいこうと思う。いいんじゃない。めっちゃマジピックアーティストピック。俺のこと豚つった今絶対許さねえかんな。ふざけんなマジで。ふざけんなよ。アーティスティックアーティスティックだよな。もうこの髪型にしただけで、うん、なんかね天才になった気分なんだよ。マジ、うん、いや確かに慣れてるとちょっとなりそうかも。え間違えた間違えた。やばいなんか今だったら本当今までできなかったことが何でもできる気がする。確かに、うん、マジで本当に今だったらトリプルアクセルもできそうよ。マジこれ、うん、これマジよ。いや本当何でもできそうで、うん、なんかすごくなんか新鮮です。皆さん的にはどうですか、はい、これ結構いいんじゃない。すごくないしかもふわふわなんです。買ってくれ。え本当だ。すごいべ。ヨークシャテリアみたいだろ。そうワンちゃんみたいな。いや本当に皆さんに触らせてあげたい。でもこれから触りたいか分かんない。これまで、はい、やっぱりこうテレビに何回か出させていただいたり、はい、まあ、これ YouTube こうやってたりしてたけど、はい、実際これで俺が例えばテレビ出て、うん、あれ変わりすぎじゃねってなるかな、うん、じゃそこはちょっと心配だなって思ってたりするけど、まあまあまあ、でもまあこれのこの髪型になってもさ、はい、これまでと変わらずに音楽をちゃんとやっていれば、うん、きっと今度はだんだんこっちに見慣れてくると思う。そうだね。見た目じゃないから。そうそうそう。やっぱハートだから音楽って。うん、だからなんかこれこの姿になっても、うん、なんかこれからもなんかガラッと、うん、ギャラッと見た目は、はい、ルックスは変わったけど、うん、イメチェンしたけど、うん、でも音楽は変わらず、うん、やっぱ自分の声一本ね、うん、こう成り上がっていくから、うん、皆さん本当に応援していただけるとマジ嬉しいです。お願いします。いいじゃん。なんかすごいいいよね。なんかバスケットボールが超うまそうじゃない。確かに確かに。いやわかる、うん。日本人じゃないみたいな。ね、いいよな。普通に LA のビーチとかにいそう。うん、いいよな。いいじゃん、いいじゃん。いや、まさかこんな日が来ると思わなかったよ、うん、なんか俺パーマってかけたこと人生であるんだけど、うん、あるの？あるある、普通にあるけど、うん、こういうパーマはない。え、なんかいいな。これのマジグルグル？マジグルグルはない。え、なんのスパイラルパーマっていうの？あ、わかんない。あ、そう、あの適当にさ外巻きと内巻きをいっぱい。へ、うん、あの、コテ12ミリで。え？今年12ミリで、うんうん、あの全部やってもらった、はい、もう全部言っちゃってください。もうそのまま、あの、うん、全部そうですね、はい、本当にごめんなさい。ごめんなさい。実はあの今日今大体時間が何時ですかね。4時半なんですけど、はい、今日実は12時からある撮影がありまして、はい、まあ、それはまだみんなには内緒なんだけど、はい、まあ、いろいろ撮影してたわけ、はい、すごくかっこつけたりしてさ、うん、フッとかやったりして、うん、でそしたら俺がこう最近こう YouTube とかでもやっぱこう動画撮られたりさ、はい、あそれこそ皆さんアルバム1フォトブック見てくれました。あ、そうじゃん。見た方もいると思うんですが、はい、もうあれでめちゃくちゃ俺ポーズの練習したのよ、はい、結構良かったよね。そんな変わったっけ。いろいろやったわけ。そしたらなんかもうポーズが上手すぎて、もうあ一瞬で終わったんだよ。そうなの。びっくりした。ポーズが上手すぎて。どんな。ではすぐ終わったの。はい、でそしたらあのミミさんっていうヘアメイクさんだったんだけど、うん、はい、そのミミさんって方が YouTube 見てくれてるって話をしてて、はい、でマジありがとうございますとか言って初めましての人だったのね。はい、まあ初めましてじゃないか。まあ一応顔は見たことあったけど、その仕事は一緒にしたことがなくて、うん、で今回こうその話になってさ、はい、めちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますとか言ってて、そしてなんかあの時間があるからなんか YouTube の企画とかで今困ってるんですよねみたいな、なんか面白いのないかなって言ったら、うん、この人は髪を変える魔術師なわけじゃん、本当魔法使いのように変えていくからね。だって俺だってストレートじゃん今髪の毛、ね、普段はね、うん、今日は特別だけど、はい、なのが今日の撮影でも、うん、もうここの髪の毛こうやってちょっとだけ入ってきて、あとはこうなってんだけど、うん、ここの毛をすごくやってくれたんだけど、なんかそれが大事なんだって。あ、そうなんだ。なんかそういうのでもこだわってくれてさ、はい、もうなんか完全にもうやばい人なのよ。すげえプロだ。そうそう、もうプロなのよマジで、はい、ガチなやつ、ガチマジの、はい、ガチマジの人だったのね、はい、だからなんか次の人が来るまで30分あったんだけど、うん、この30分で、うん、あの俺の髪の毛をなんかすごいことにできませんかってぐるぐるにできたりしますって聞いたの。したら時間間に合うかなっつってちょっとやろうとか言ってめっちゃ巻いてくれて、これ出来上がりです。すごいね、30分でできちゃった。すごくない？自分の元の髪の毛は、半分ぐらいで終わってた。だから、なんかそのガチな撮影の方は半分ぐらいで、あのこっちの YouTube の方を、こんな俺がめんどくさいぐるぐるにしてってたから、2倍時間かかっちゃって、めちゃくちゃ謝ってきた。今日 YouTube のためだけにこれやってるから、マジで皆さん、本当に、どう？なんか褒めてほしいね。そうだね。せっかくだからね。
なんかやっぱりこう髪の毛が変わるだけで、うん、やっぱり気持ちって変わるし、 それこそさ、うん、女の子髪切るとか言うじゃんね、うん、別れちゃった時とか、うん、あそうだね、とかなんかこうなんか明るくしたりしたらさ、はい、髪の毛明るくしてなんかパーっていったらさ、うん、気持ちまでパーってなったりするやん。なった、俺もなった。なった。やっぱなるじゃん、うん、黒だとなんかさ感じなのにさ、金髪ずなるべそこまではなってない。いや、なってたよ自分だって、黒の時はなんか普通にサングラスかけてたのに、金になってからサングラスこうやってやったもんふざけんなふざけんな。じゃあやっぱこうやるけど、あと帽子ね、ニット帽にこうやっぱ帽子を隠しててさ、うん、あ、髪を隠しててさ、ニット帽の中にその時にやっぱ黒だと控えめに脱ぐの、うん、金髪になった人は違います。誰やっぱり髪の毛でそんだけ変わるってことだから、やっぱ髪の毛って素敵やん。だから今回こう変えて、なんか俺一気にも天才になった感じだから、今日一日はこの髪型でいこうかなと思うんだけど、どうですか。いや、マジマジいい、マジテレビではさ、センター分けとかやってんじゃん、うん、あのいずれはさ、俺だってずっとセンター分けにはいないでしょ。あったあった、おい、ふざけんなよ。ガチガチ。でもちょっと自分でも思ってきてんだよね。あ、そうなんだ。そのやっぱこう髪の毛はやっぱ変えたいなって思う。あ、そうなんだ。でもやっぱりアルバム1を出したからさ、1のさ写真があれなんだからさ、そんなに変えるの嫌だった、自分的に。わかる。そう、わかるね。なんかそこまではさ、その自分でいたいじゃん。なんかそこからまた変えたいわけ。なんかなんかこうどんな髪型がいいかなと思って今回くるくる試したけど、くるくるはねめちゃくちゃいいけど、これ毎日はちょっと俺的にはどうなんだろうってちょっと思ったりする。すぐ秋が来るかもね。来るかな、今日ボロボロだな絶対させないぞ来るかも、ね、あ、そうだな。だからなんかたまにはね、うん、こうやって髪の毛で遊んでいきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします、はい、で、なんかイメチェンするんだったらさ、うん、色変えたいかな。あ、いいね、うん、だって唯一変えてないもんね。唯一変えてない、はい、やっぱり、うん、唯一無二、うん、あ、ごめんごめん、よく言われてるやつ言っちゃったごめんね使えねえよ、使えねえよなんでだよ、使えよ、別にいいだろまあ髪の毛も本当にかっこよく、はい、やっぱりこう最近は気づいてくれる人も増えてきたわけじゃん。 だね、だからやっぱこう普段から外出てく出る時もかっこよくいたよね、うん、あ、そうなんだ、思うんだ、うん、やっぱバレた時にもうブスだったら嫌だもんもうこんなこんなん嫌じゃん。鼻かほじってる時に声かける時マジ恥ずかしかったゆうりさんですか、ゆうりです、ゆうりですって言ったけど、だからそういうのが結構あるから、やっぱパーマっていいねと思ったね。いいね、いいね。正直だって朝起きたらこの髪型になってんだべ、パーマって。確かに楽だね、それめっちゃ楽だなと思って、はい、そこはちょっといいなって思ったので、はい、まあ皆さんぜひね、あのコメントしていただけると、あの僕それ見ながら、はい、このイメチェンもいいなとか、うん、いろいろ考えますのでよろしくお願いします、はい、ということでね、今回は完全な釣り動画でした。はい、ごめんなさい。多分サムネもユーリイメチェンしましたっつって、はい、めちゃくちゃかっこいい感じで写真撮ってると思うよ。はい、そうだね、でやってるかもしれない、はい、だけどあ、全部あの明日つくもシャワー浴びたらドストレートになるのであの皆さん本当にね優しく見ていただけるととても嬉しいです、はい、それでどっちが良かったか、はい、まあ、この髪型もまあまあありなんじゃねって人はぜひグッドボタンを押していただけるととても嬉しいです、はい、そしてあのチャンネル登録者の数が最近あのバンバンザイさんのコラボとか、はい、あとケンナオコさんとかさ、はい、いろいろコラボしてさ、はい、あと自分たちのあの勢いで撮った動画もまあまあ伸びて、うん、そうだね、女子禁制の動画とか、はい、メンバーはユーリが歌下手になって気づくのかとか、はい、まあ自分たちの動画の中では、うん、まあ、まあまあ頑張ったじゃん。そうだ、ね、すごく嬉しくて、うん、なんか10万再生でもさやっぱ俺たち嬉しいじゃん、うん、でも100万再生とかコラボで行った時もやっぱわーってなるし、うん、なんかやっぱすごく嬉しくて、うん、あの増えてきたんですが、はい、まだねこう見てる人の中で、うん、チャンネル登録をしてない人も結構多いみたいな。あ、マジか。そうそう、で皆さんぜひチャンネル登録していただけると、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、はい、よろしくお願いします。今本当ですよ、ここ押すだけ本当によろしくお願いします、はい、という感じでね、皆さんこれからも僕のことを応援していただけるととても嬉しいです、はい、パーマの今日を、あ、パーマの僕を今日は楽しんでいただけるととても嬉しいです、はい、多分あと 1,2 本ぐらいはこの髪型なのか、はい、まあもうこうやってやってるかもしれないから、まあ多分やると思うんだけどまあぐるぐるだと思いますので、はい、皆さん楽しんでいただけるととても嬉しいです。チャンネル登録とグッドお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。